今川との戦いに勝利した信長は三河伊東の攻略を盟友の家康に託し、次なる目標を美濃攻略に定める。美濃斎藤家の本拠稲葉山城は難攻不落の堅城、攻略には足がかりとする城を角俣に築く必要があった。しかし敵地で城を築けば敵の妨害を受ける。家中の誰も解決策を見出せない中、名乗りを上げたのは秀吉だった。秀吉はとある人物を訪ね協力を求める。その相手こそ伊賀忍団統領桃地三太夫であった。角俣築城戦。で、稲葉山城攻めの要となる城を作るのに俺たち伊賀忍団の手を借りてえと。頼め桃地の兄貴、せっかく掴んだこの好機逃したくねえんだ。それにオイラと兄貴の仲だろな。この通りうまくいきゃ礼だって弾むよ。ったく相変わらず調子のいいやつだ。仕方ねえ、可愛い弟分のため人肌脱いでやるか。本当か、ありがてえ。よっしゃ、いっちょやったるぞ。いっちょ手柄を立ててくるか。一緒にやるか、昔みてえによ。稲葉山城攻略がため一夜で城を作るのか。つくづくたまげた発想だ。だが悪くねえ。まずは東の砦から資材を運んでこねえと。桃地の兄貴も準備しといてくれよな。築城の手だれどもを西の砦で待たせている。まずはそいつらを現場に連れて行かねえとな。城の完成後味方本体が来る手はずだ。本体到着まで本陣は決して明け渡すなよ。おう任せろ。よっ、来たな織田の雑魚ども、さっさと対処しろよ半兵衛。むむ、たくさんの資材をどこに運んで。怪しいな。打てる手は打っておこう。その二だ、運ばせはせぬぞ。怪しい奴らめ、打ち取ってくれる。やい、そこのお前ら、オイラの出世の足がかりになれ。そこか。味方本陣の北側を制し前線を上げりゃ楽に事を運べそうだ。おりゃ、手柄はもらった。おりゃ、向こう一ついただきた。聞かせていただこう。なんと見事な。そこか。苦戦救援行。待ちくたびれたぞ。来たな二大兵、半兵衛殿の見立て通りよ。者ども、キャツらを止めよう。ファイト。
あの人たち、本陣をほったらかしにして何をしてるんだか。今のうちに攻めちゃえ。やられたか。仕方ねえ、もう一度だ。斎藤の軍師殿、竹中半兵衛だっけか。あいつね、的確に泣きどころをついてきやがれ。もし半兵衛みたいなやつが隣にいたら、かなり頼もしいんだろうな。楽しむ参るか、愚か者め。やっちまうぞ。相手ではなかったか。怪しい奴め、覚悟せよ。何度も何度も邪魔しやがって、懲りねえ奴らだ。びれた敵将、オイラが討ち取った。聞かせていただこう。開門。よし、これで築城に必要な物資は一通り運び込めたな。押されてるじゃねえか。何してやがる、ハンデ。貴様らの思い通りにはさせぬわ。早すぎるか。やつら、本陣を攻めてきたか。押されちゃまずい。何としても守るぞ。早すぎるか。これ式じゃ織田は折れないか。遊んでやるよ。思ったよりやるみたいだね。起戦、救援攻。障害は覗かねえとな。かなう相手ではなかったか。どうにか敵は退けたが、このまま本陣の守備に徹し続けてもしょうがねえ。さっさと城を完成させちまうぞ。一人でも多く築城に当たらせるんだ。配送。敵将討ち取ったり。耐えきれん、引かせてもらう。おお、感服つかまつったり。ここは引くほかあるまい。突出するか、ならば撃つ。返り血でむせ返る。敵将討ち取ったり。おお、やるではないか。早すぎるぜ。力及ばずか。おいらの出番だ。築城に必要な人手は大方揃ったみてえだな。へえ、織田は本気で築城するつもりなの。面白いね。でもやらせはしないよ。
この地を奴らから守り抜け、必ず城を完成させるんだ。みんな準備はいいね。やっちまうぞ。じゃあ落石始め。手柄はもらった。石が降ってきた。緩んでる場合じゃねえってのに。火星に参りました。これより織田を討滅いたします。開門。織田を指揮する彼、敵ながら頑張ってるな。といけない、次の手を用意しないとね。少しで敵を退けられる。みんなもう一踏ん張りだ。よっしゃ、あたりの敵は大方倒したな。そんじゃ城を建てちまおうぜ。秀吉、いいぞ。しゃあ、旗印を掲げろい。くぅ、スノマタ城、これにて完成だ。こっからが本番だ。崖上の連中に一泡吹かせてやれ。何？奴ら崖を登ってくるぞ。皆ひるむでない。半兵衛殿の策に従い、かの城を落とすぞ。開門。奴らこの城を落とそうって腹か。どうするよ秀吉。オイラと兄貴で北からの進軍を阻もう。この城は何が何でも守り抜かねえとな。勝利条件変更。やっちまうぞ。敗北条件変更。手柄はもらった。よっしゃ、もう一暴れしてやるぜ。スノマタ城はこの戦の要だ。敵の策で落とされぬよう手を打っとかねえとな。半兵衛殿によれば城南方は守備が薄いと。ならばそこより攻め入らん。南北から一気に来たな。強撃から城を守らねえと。急いで戻るぞ。障害は覗かねえとな。引かせていただこう。遊んでやるよ。帰り地でむせ返る。よし、お前ら死ぬ気で守れよ。敵将討ち取ったり。意地は見せたわ。もうよかろう。お見事にございますな。これでひとまず安心か。よし、信長様に須の又城の完成を知らせてくれ。あの人本当に城を建てちゃった。すごいや、信じられないよ。指揮した彼は一体どんな人だろう。直接確かめてみようかな。開門。来たな安兵衛。あいつを黙らせねえとこの戦は決しないだろうが。
こうなりゃいっそ仲間に誘ってみるか。仕方なく吉達に従ってるのかもしれねえし。勝利条件変更。そこか。竹永半兵衛、おいらは秀吉ってんだが、これも何かの縁だ。仲間になってくれよ。お誘いは嬉しいけど、急に言われてもな。僕に勝てたら考えてあげてもいいけど。行くぞ。手柄はもらった。どんなもんでい。やるね。なかなかの暴れっぷりだ。お褒めに預かり光栄だ。オイラの力たっぷり味わえ。君と歩む道に少し興味が出てきたよ。少し考えさせて。お、待ってるからな、ハンペ。秀吉め、本当に城を建てるとはな。信長様の来着まで何とか持ちこたえたか。よし、ここからさらに張り切るぞ。うん、そのつまりだよ。僕は君の可能性に賭けようと思う。君の型破りな発想力なら乱世も大きく変えられるはず。ということで、僕を君の仲間に加えてほしいな。そうか。いやー、期待されるって嬉しいもんだな。そんじゃ改めてこれからよろしくな、ハンベ。こちらこそ。必ず君を支え抜いてみせるよ。